すごい、これなかなか、これ、西村さんいかがですか、この間近で見て、見てほしい。音がすごい、すごいですね。これ実際リングには非常にこういうパンチを食らってるわけですからね。すっげえ、すごい、すごい、はい、ありがとうございます。いいな。じゃあ、着替えていいですか。はい、着替えてください。じゃあ着替えていただいて、せっかくにトークショーもありますからね。見ました、あのミドルキック。僕多分、ね、死にますよ、ね、あれ食らったら。我々が受けたら、あれ、あばらが内臓に刺さって、ね、多分今日も今食らったら5時ぐらいに死亡してますよ。3時間後。はい、そうですね。やばいね。音がすごかったので迫力が。また木村選手、今蹴りもやりましたけど、パンチが強いんですよ、うん、もう木村選手のパンチを浴びるとほとんどの人が倒れちゃう。そうなんですよね、はい、ということで、まあ、この後関根さんにもお話伺っていただきますが、はい、その、まだ日本人選手がですね、はい、勝てていない、はい、ゲオ・ヘドク選手、まあ、この木村選手のパンチ見てください、はい、この間ね、試合で、うん、この選手も強いんですよ、相手の選手、空手出身で。もうね、あれでもちょっとかジャストミートしてなくても相手が倒れちゃうんですよね、はい、このパンチ。この相手の選手もね、非常にタフでね、根性があってね、もう強かったんですけども、これ、おっ、どうぞ、どう改めて木村フィリップ稔選手です。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ座ってください。はい、失礼します。そして西上真奈美さんにも画面にもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、この試合もすごかったですね。あ、名古屋大会ですよ ね、はい、この相手の選手も根性があってね。そうですね、いい選手だったもんね。はい、もう回りました、いっぱい回りました。うん、これですよね、今の蹴りすごかったね。ここ絶好調じゃない。そうですね、一番もう一回疲労も取れて、またこれ減量していくんですけど、体はキレキレですね。うわー、じゃあもうゲオ選手にもう、はい、もう向かってもうゲオ、ケイオしてますよ。おー、いいね。木村選手はね、また若いんですよ。今20、今21です。21ですよ、これからですよ。21っていうと大体セクシーゾーンと同じぐらいの年齢ですからね。本当にそれでこの体、仕上がりいいね。すごい、人がいっぱいですね。ね、嬉しい。木村選手はこうやって普通のトークの時は明るくて、はい、本当にいいやつです。いいやつなんですよ。ザ・いいやつです。そう、すごい感じいいんですよ、普段しゃべると。だけど試合前になると、あれ、なんかスイッチ入るんだろう、通過点ですとか、なんかもう気持ち入っちゃいますね。もうこんなあんな軽い感じのなんかもぶっ飛ばすみたいな、あれもう出てきちゃうの。スイッチ入っちゃったらもう止められないんで、もうしょうがないです。やっぱこう血が騒ぐの。そうですね。格闘の。ラテンの血が。ラテンの血がね、ブラジルのね。ブラジル出身なんで。バーンって騒いじゃうんだ。そうなんです。でもあれでしょ、それはもう、なんていうの、もう逆に盛り上がるよね。そうですね、みんな盛り上がってくれるんで、それ嬉しいですね。ねえ。それで、やっぱりこう、試合になるという稽古をエキサイティングに入って。そうですね、エキサイティングな感じで。もう止められないですね、自分を。止められない。抑えるのに必死です。あ、じゃああれ、こうセコンドなんかは、はい、キラ、まだいけないって感じなの。あの、行きながらも冷静さを失うようにっていうのは大事です。ああ、冷静に、冷静にとか。そうですね、僕もともとなんか性格的にイケイケの一応性格なので、はい、ちょっと自分で抑えてる方がちょうどいいんで。なるほどね、イケイケだとつい隙ができちゃって、そうなんですよ、こういう食らっちゃうからね。そうです、自分も抑えるのが必死ですね。あ、いいね、それね。でも、ほら、逆にね、いけって言ってなかなかいけない選手も多いからね。でも、その抑える方の方がいいじゃない。はい、そうですね。どうですか、木村選手の試合見てて。でも、一発一発の力がすごいので、ええ、もう1回当たった時に、逃げられた時に、私も見てたんですけど、ええ、あの相手の選手大丈夫かなと思うよね、はい、木村選手にパンチが入ると、はい、僕は試合怖いんで早く倒れろと思ってます。あ、逆にもう怖いんだ、はい、もう立たないでくれって思ってやってます。ああ、ロッキー・マルシアもそう言ってました。本当ですか。48勝して無敗のままヘビー級引退したあのイタリアのロッキー・マルシアノという選手がいるんですけどモハメド・アリの前に
怖くないっていうのは嘘だと、俺が怖いから早く倒すんだって言ってました。そうですよね、うん、そうだと思います。選手みんなそんな気持ちだと思います。タイソンの、ね、ドキュメンタリー見た時もね、試合前ね、タイソンね、もううろ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 してるの、ずっと震えてるって言ってました。震えてるんですって、怖くて。あんな全盛期強い時に、でもその怖さを知ってるから強いんだよね。そうですね、はい、ね。いや、木村選手は普段は、休みの時は何してるの？いつもお笑いの DVD を見てます。え、はい、お笑い誰が好きなの？僕はバッドボーイズと、ライセンスと、関根さんと、関根さんと、ダウンタウンと、サマーズが好きです。おお、いろんな。あと、パンクブーブーと、ブラマヨと、あと、シャンプーハットが好きです。うわ、あと、プラスマヨンが好きです。プラスマヨンがかかってる。はい、岩橋さんにはセコンドについてもらいました。いやな、じゃあもう同じチームに結構お笑いの人 で、はい、藤原の原西さんとかも、そうそうそう、はい、来ていただいてて、すごいみんな面白いので楽しいです。面白いよね、はい、原西くんがね、すごい僕にね、木村くんと僕同じ事務なんですかってね、いいやつなんです、よろしくお願いしますって原西くんが。本当ですか、嬉しいです。スパームしたから。あ、一回しました、意外にパンチ力があってびっくりしました。なんかね、はい、あのギャグのキレがあるからさ、キレがすごい、こういうキレがあるからパンチも強いよね。めっちゃ強かったです、キレがすごかったです。で、こんな中出てたんだけど、ぺったんこになって休ましてやる、テレビで見ててもびっくりするぐらいです、うん、スパイやってもらったんですよ、はい、ローが重かったんですよ。だからやっぱり芸人って意外と格闘技好きでね、そうですね、皆さん結構やってる方多いですよね。多いのよ、みんなボクシングやったりキックやったり、そういうのも今結構いるし、だからお笑いと格闘ってなんか共通してるのかなと思う。ストイックさなんですかね。そうね、自分を追い込んで、追い込んで、追い込んで、こう笑いを取るっていう、そうね、こうパンチを打てるっていう感じ。みんなド M ですよね。そう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 、M じゃないからできないと。できないと思いますね。あ、それで、好きな食べ物は何？好きな食べ物は、ステーキと焼肉とサーモンとピザと家系ラーメンが好きです。あ、濃いやつが好きだ。濃いやつが好き。トレーニングしてるから。そうですね、塩分欲しがってるので。あ、そうだよ、汗があんだけ出ちゃうから。あと週に2回はココイチ行かないと落ち着かないです。ココイチ好きなの？はい、ココイチ行って、はい、トッピングは何？まず海の幸カレーを頼んで、うん、そこにフィッシュフライと、うん、ほうれん草とチーズとウインナーを乗ってます。すごい。あー、で、ライス大盛り？ライス普通です。辛さも普通です。あ、辛さも普通なの？はい、今甘いタレが置いてあるんですよ。うん、知ってますか？甘いタレ？甘い蜂蜜が入ってるタレが置いてあるんですよ、うん、それをいっぱいかけます。あ、そうすると結構美味しいの？はい、美味しいです。あ、行ってみよう今度。蜂蜜風味で。蜂蜜風味で？はい。シーフードカレー食べてみる？めっちゃうまいです。あ、目黒に回るんですね。はい、目黒に。あ、そうです、そうです。あそこ行くの？あ、行きます。 あそこが僕のホームです。あ、そうだね。目黒で会ったんですか？一回お会いしました。そう、僕がね、マッサージ受けるところがあるんですけども、それ終わって何か食べようかなと思って今度つけた顔ずっと歩いてましたよね。正面からね、体のいい青年が歩いてくるわけですよ。体いい顔してるなと思って。で、顔もかっこいいな。なんだ、金馬選手。あれ、ここに行った後です。あ、そうなんだ。あ、シーフードカレー食べた後。シーフードカレー食べました。タオリンがいっぱい出てきました。あ、タオリンもね、はい、アサリにいっぱいタオリン入ってるので疲労回復がすごいいいです。今21だしたら、ちょっとモテるでしょ。あ、全然持ってないです。そうなの？はい。どういうタイプが好きなの？綺麗で、優しくて、僕をリスペクトしてくれて、で、お姫様みたいな人が好きです。トッピングが多いね。女性は。トッピング結構多めにします。あ、雰囲気で言うとどんな感じ？まあ、具体的に言うと、有名人で言うと。あ、有名人で言うと、荒垣結衣さんがすごい好きです。でも、北野キーさんも好きです。あ、北野キーちゃんいいよね。でも、道場タンジェイカさんみたいな綺麗なのも好きです。あ、まあ、綺麗系が好きだね。まあね、みんな美人だもんね。はい、いいね。
じゃあカレー作ってくれるのが一番いいね。あ、はい、シーフードカレー作れるのはもうシーフードカレーがいいんだ。結婚考えます。あステーキは好きだけど、カレーはシーフードなんだ。そうです。へぇ、じゃあやっぱりじゃあ笑い系が好きっていうとテレビもよく見てる。もうテレビっ子です。試合決まるともう家から出ないので、で減量もあると外にも出歩かないので、あずっと笑いの DVD 見てます。じゃあいいよね、あの減量ってほら辛いじゃない。そうです。で食べられないし、でそういう時に笑うっていうのはいいよね。でもその時は口がパサパサになってますよ、水で。水が抜いてるので。だから全然無表情なんですけど、心はめっちゃ楽しいです。あれ、はい、ずっとぼーっと見てます。でもめっちゃ面白い。でもこんだけで笑ってるんだ。はい。あ、そうか、水がないから。そうだよね、水がないもんね、はい、最終的にはね。あー大変だ、はい、何キロぐらい勉強するの？いつも8キロ、7キロ、8キロぐらいです。どのくらいの期間で？3週間ぐらいですね。あー、で、ラストの1週間で5キロぐらいは、うん、すごいね。はい。前日計量でしょ？そうです。そうすると、お水を飲むと結構戻るんですか？そうです。前日計量で、試合の時にはもう6キロぐらい、7キロぐらいまたリバウンドしてます。戻ってるのね。あー、さあ、8日後の試合に向けて意気込みをどうぞ。はい、その相手がなんですけど、まあ、世界で一番強い選手なので、まあ、1% しかないと思ってるその可能性は、まあ、それは決して奇跡の 1% じゃなくて、実力でぶつかった時に生まれる 1% の穴だと思ってるので、それをしっかりついて、まあ、世代交代しないとなって思ってますね。本当に今すごい調子もいいので、楽しみです、試合が。いや、楽しみだ。パンチャー当たるの取れるからね、絶対。そうですね、楽しみます、じゃあ頑張ってください。頑張ります。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。